どうも、 iPhone が好きなマグロ屋で働くお兄さんことマグニーです。本日はホーム画面動画なんですけど、撮影日が9月5日なんで、もうあと4日とちょいでですね、9月9日が来てしまうということで、アップルスペシャルイベント、 iPhone6 発表されるかもしれないイベント直前仕様のホーム画面をね、皆様に晒したいと思います。はい、こちらかなりスッキリしましたでしょ。でも壁紙があからさまでしょ。あえてね、黒にしてみました。ちょっと白でずっとなんかやってたんで、ちょっと飽きたんで黒にしてみました。2010年9月9日ですよ。前回のホーム画面こちら出していきましょうかね。前回のホーム画面と比べていただくと、もうね、フォルダがね、かなり増えてしまっているところなんですけれども、ゲームフォルダもね、上に出しました。下のドックの3つ、スタッカルとエヴァノートとタスク、まあこの3つにしようかなと思ってね、今のところ。なんかこの3つのバランスがすごく気に入りました。コンタクトフォルダっていうところにですね、いろんな方と連絡取るための、まあ、SNS を含めた私アクティブに触っているものをまとめてみました。このコンタクトフォルダっていうのはね、かなり前ですね。もうどうしようかな、こうホーム画面動画で言うとですね、もう10回ぐらい前ぐらいの、ホーム画面動画で作ってたフォルダじゃないかなと思うんですけど、で久々にフォルダを使ってみると、それはそれで結構気に入ってしまっているっていうね。でインポータントっていうフォルダを見ると、とにかくいつもホーム画面に置いておきたいやつですよね。マネーフォワードとスタジオと、YouTube クリエイタースタジオとポップウェイトで、ストレス測定とサファリですね。あえてサファリを置いてるんですけど、別にここになくたっていいんですが、あえて置いております。上の4つですね、マネーフォワード、スタジオ、体重とソフトですね。これはなんか URL スキームから立ち上げることも可能なんですけど、なんとなくですね、タスクマっていうのは、まあこの辺は話は置いておきましょう。まあこんな感じでね。で本題に行きますね。壁紙も叱るべきそうなんですけれども、この2段目の3つは全部これブックマークなんですね。もうね、当動画チャンネルをよくご覧いただいている方ならご存知かとは思いますけれども、一番右にあるこの黒いなんか時計マークのやつはですね、見に行きますと、サファリが開きまして、あるページに飛び iPhone6 のカウントダウンを行ってくれているわけですね。この動画を以前上げたんですよ。結構まあ人気な動画だったんですけども、でこれはあくまでも非公式、いよいよですね、公式でカウントダウンを始めてしまいましたので、そちらをね保存してるんです。このアップルマーク、じゃじゃーん、公式でカウントダウンが始まっております。これはね、もう動画アップしておるんですけれども、はい、こんな感じでございますよ。で真ん中にあるのが、以前の動画でお送りいたしました、同時通訳をしてくれるところですね。これだけ用意してあればですね、 iPhone ででもですね、確認することができますよね。同時通訳だけでも音声を聞きながらですね、仕事をするとか、まあこう危ないな、こともできますし、もし時間が空いたならですね、まあね、 Mac で確認すればいいんですけど、もしね、もしですよ、 Mac が確認できない状況下に私が陥る可能性があります。だからこれ直前仕様なんですよ、これね。イベント直前のためにこのような配置になっているわけですよ。でまたこれイベントが終わって、一応ですね、概要欄の方にリンク貼ってますが、アプリのリンクですんで、気になったアプリがあればダウンロードしてくださいって。今回アプリの紹介は全くしてない、というわけで何の参考にもなりませんけれども、 Apple 好き、 iPhone 好きの方はですね、このようにイベント前はですね、ホーム画面を整理してみると、それはそれで祭り的に楽しんで、ぜひやってみてください。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。よっしゃ。はい、30秒の告知なんですが、10月の12日と13日の2日間にわたって、私マグニーが、動画編集のワークショップを開催することとなりました。又吉レイさんというですね、ラストデイというブログを主催されている方と、2人でですね、今回、開催することになっておりますので、詳しくは下のリンクからご覧いただけると嬉しいです。まあそんな感じで、今回はこのような、あっさりとした動画になりましたけれども、また今後、ちゃんとした30秒動画作りたいと思います。それではぜひ下のリンクをご覧ください。じゃあねー。